アンフェアは2006年1月10日から3月21日まで毎週火曜日22時22時54分に関西テレビと共同テレビの企画制作によりフジテレビ系の火曜22時枠で放送された日本のテレビドラマその後連続ドラマの続化編となるスペシャルドラマ映画が制作された主演は篠原涼子警視庁検挙率ナンバーワンで バツイチコの敏腕女性刑事、雪平夏美が刑事だった父親の死の真相を追いながら数々の難事件に立ち向かう姿を描く。原作は畑県日誌の小説、推理小説だが連続ドラマの最初の事件のみ原作を扱って描かれており、中盤以降のストーリーはドラマ、映画のオリジナルシナリオである。年月日から月日まで、 放送された連続ドラマ全11話は、エピソード I から3までに分かれていて、事件の複雑化により1エピソードにつき3から4話完結の手法をとっているが、それぞれの事件はすべて融合している。放送終了後も反響が大きく、続編を希望するファンの声が公式サイトに寄せられた。これを受けて2006年10月3日に連続ドラマの続編となるスペシャルドラマ、 アンフェアザスペシャルコードブレイキング暗号解読が放送された。翌2007年3月17日公開の映画第一作アンフェアザムービーのプロローグとしても描かれており、スタッフロールの後に新たな事件への伏線となるシーンがあらかじめ挿入されている。2011年9月17日には映画第2作アンフェアザアンサーが公開。これに合わせて スピンオフドラマ第1弾、ダブルミーニング二重定義が放送された。2013年3月2日、アンフェアザアンサーが地上波発放送される前日に、スピンオフドラマ第2弾、ダブルミーニング、イエス・オア・ノーが放送された。2015年9月5日公開の映画第3作、アンフェアザ・エンドをもって、シリーズ完結。公開に合わせ、スピンオフドラマ第3弾、 ダブルミーニング連鎖が放送された。北野キーが演じる新人刑事、も月明あきらが主人公のスピンオフシリーズで、安倍サダを、加藤雅也、寺島進むなど一部の本編レギュラー出演者も出演している。ダブルミーニング連鎖において、篠原良子が演じる本編の主人公、雪平夏らなつみが初めて、も月と顔を合わせた。ダブルミーニング二重定義、ダブルミーニング。 イエス・オア、yes no. ・ノー・ダブルミーニング連鎖2007年公開の映画については、アンフェア・ザ・ムービーを参照2011年公開の映画については、アンフェア・ザ・アンサーを参照2015年公開の映画については、アンフェア・ザ・エンドを参照初回は22時10分23時14分。最終回は22時15分23時24分。篠原良子主演、アンフェアに制作決定。 ついに、アンフェアなるものの答え明かされる。シネマトゥデー。https www.cinematoday.jp スラッシュニューススラッシュ n00288122021 年9月21日閲覧。熱血刑事、北の木、35センチ髪バッサリ引く、芸能社会。 サンスポ、コム2013年1月20日時点のアーカイブ、篠原良子主演、アンフェア4年ぶりの映画第3作、ザ・エンドでシリーズ完結。映画, com, 映画 .com、https コロンスラッシュスラッシュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ20150127スラッシュ1スラッシュ2021年9月21日閲覧。特別映像、篠原良子、涙ながらに訴える。 新旧キャスト集結、アンフェアザエンド、アンフェアザスペシャルダブルミーニング連鎖から、取れたてフジテレビ。フジテレビ。2015年11月11日閲覧。中山雄一郎。アンフェア、完結編。9月公開。すべての謎に決着をつける。シネマトゥデー。2015年1月27日閲覧。 ザ・ムービーのパンフレットより、ハット・ザ・エンドのエンディングより、警察手帳の記載より、また、ザ・ムービー公式ガイドブックにも、雪平より階級が高いとの解説付きで写真あり、連続ドラマ放送当時は AKB48 に、加入する前だった。北野木、篠原良子と初共演、まさに集大成 SP ドラマ、アンフェア、W 主人公揃い踏み、 オラカンスタイル。2015年8月14日。閲覧。アンフェア。謎のアイドル。ひさらぎ。クミの。正体明らかに YouTube でメガボルト公開中。毎日 .jp。オリジナルの2013年7月2日。時点におけるアーカイブ。 <ッ> https://archive.is/2013.07-214917-http://www.nich.jp 満タンニュース2013万221だよ00メートル2億6万 Chtml 2016年6月28日閲覧三石ことのアンフェア最新 SP で テレビドラマ初挑戦事件の首謀者、マスク男2、モンターウェブ、http a n ウェブ .jp、2013、02、24、2013万223ドック00メートル2億1万 7000CHTML2013 年5月6日、閲覧。ハーベストプロダクションミキクルミモースモノ、第44回ギャラクシー賞受賞作品。放送批評懇談会。 2017年6月11日閲覧。原作者のブログ2006年3月16日アンフェアザスペシャルコードブレイキング暗号解読に関するカテゴリーアンフェアザスペシャルダブルミーニング二重定義に関するカテゴリーダブルミーニングイエスオアノーに関するカテゴリーアンフェアザスペシャルダブルミーニング連鎖に関するカテゴリーありがとうございます。